こんばんは、ハレリア。ハレリア、アメン。アメン。こんばんは。こんばんは、ハレリア。皆さんお元気ですか？今日も来てくださいました。エヴァやってるからかするよ。エヴァンゲリオンやってるんですか？あの、エヴァンゲリオンは、あの、福音っていう意味なんですね。福音。あ、なんか始まってないな。ごめんなさい。エヴァンゲリオンは福音っていう意味があるそうですが、ユーストリーム始まんないの。おかしいですね。ユーストリーム始まりませんね。ちょっとわかりませんが、ユーストリーム始まりません。はい、サマーさん、こんばんは。麻生さんも元気ですか？はい、元気です。今日はなんで12時まで放送するんですか？まだちょっと12時間やる、その予定はありません。吉原さん、こんばんは。エヴァンゲリオンはなんかギリシャ語で福音っていう意味らしいですね。はい、第3、ハレリア、アメン。アメン。はい、ゆりさん、こんばんは。ハレリア。ユーストリームやってるのかな？ちょっとユーストリームやってるかどうかわかりませんが、出ないですね。はい。ユーストリームは出ないですね。どうして出ないのかわかりません。はい。1時間でも息切れしてるのに、12時間は無理です。2時間はどうですか？まみこさん、こんばんは。マイクの音には小さめにしてほしい。はい、花さん、こんばんは。この放送のおかげでお風呂早く出ました。アメン。どうでしょうかね。9時にしてよかったかどうか、まだちょっと結論出てません。僕の虚しさがわかるなら言ってみてください。人間はみんな虚しいのです。人間は、イエス・キリストがいない限りみんな虚しいのです。この放送は毎日が新劇場版です。キューちゃん誕生日1週間前。あ、本当？ああ、そうですね、1週間前ですね。あ、知らなかった。はい、今日はですね、ちょっと言っちゃまずいかな。誰かの誕生日なんですが、ちょっと言っていいかどうか分かりませんので。はい、そうですね。はい、あなたの虚しさを知っています。あなたの虚しさを知っています。あ、油水が一番の誕生日プレゼントです。第三の誕生日ですね。油注ぎが一番の誕生日プレゼントです。素晴らしいですね。最高のプレゼント、最高のプレゼント、それは、油注ぎです。アメン。エミさんを救ってください。そうですね、エミさんを救ってください。はい、来月はイエス様の誕生日です。イエス様の誕生日ですね。イエス様の誕生日、それはクリスマスということですね。クリスマスはサンタクロースの誕生日ではありません、ね、イエス様の誕生日です。イエス様の誕生日ですね。はい、あなたの虚しさを知っていますというテーマなんですが、多くの人はですね、虚しい人生を送ってると思います。多くの人は虚しいのが当たり前みたくなってて、なぜ虚しいのか理由が分かりません。で、その虚しさをですね、紛らわすためにいろいろな悪習慣をしてしまうわけですね。虚しいからお酒を飲む、虚しいからギャンブルをする、虚しいから恋愛をする。その多くの人はその虚しさを何かで紛らわしているということですね。あ、サラさん、こんばんは。サラさん、こんばんは。
多くの人は、まあ、その虚しさを、紛らすためにニコ生を見ています、ニコ生を見るのも虚しさを紛らすためではないですか。ピンポンでしょ、皆さん。ピンポンね、ニコ生を見るのも、虚しいから、人生が虚しいから、毎日が虚しいから、ニコ生を見ると、そのテレビよりもですね、テレビは一応双方向ですから、テレビの方がもっと虚しい、ね、ニコ生の方が若干コメント、自分のコメントを読んでもらえるということでですね、若干虚しくないみたいな今ニコ生を見ているのはこの放送を見るためになりました。アメン。恋しちゃダメなの。恋しちゃダメですよ、恋しちゃダメです。皆さんね、恋をしますね。そして失恋するじゃないですか。皆さん失恋したことがある方もいると思うんですが、失恋した時にすごくこう虚しくないですか。ものすごい落ち込んで、ものすごく虚しくなります。なぜ失恋すると虚しくなるかというと、その自分がその愛していた人がいなくなるからでしょ。愛していた人がいなくなる。つまりそこにそのなんか空洞ができてしまう。で、心に空洞が、拒絶感、そうそう。で、その虚しさ、ね、その虚しさと、まあ、ある意味では共通するんですが、多くの人が虚しい、多くの人が虚しさを感じるのは、その自分の心の中に空洞があるから、空洞があるからなんですね。で、その、心の空洞があるから虚しいということです。恋愛が一時的にですね、まあ、楽しいというか、恋愛が一時的に非常にこう充実するのは、その虚しさが、まあ、その恋人がその虚しいところに入って、恋人がいるから楽しい、恋人がいるから、その充実してる、恋人がいるからこの、なんて言うんでしょう、生きる喜びがあるということですが、しかしそれは一時的だということですね。一時的、つまり、本当に、その恋人が自分を満たしているわけじゃなくて、妄想だということですね。妄想っていうのは、偽物ということですが、で、その、恋愛という妄想が、この亡くなった時にかえって以前よりも、まあ、禁断症状と言いましょうか、余計虚しくなるわけですね。恋愛前の虚しさよりも失恋の時の虚しさの方がもっと虚しさがはっきりわかるというね。で、それでもう落ち込んでもう本当に虚しさによってですね、生きる力がなくなっちゃうぐらい虚しくなります。もう皆さんね、この放送でその根本的な、小野さんこんばんは、根本的な虚しさを繰り返し説明しているので、皆さん大体ですね、虚しい理由は分かってると思うんですが、まあ大事なポイントを繰り返し言っています。で、皆さん般若心経って知ってますか。般若心経は色即是空とかなんとか言うんですが、その般若心経の前にですね、聖書にその般若心経と同じようなことが書いてあるんですが、こっちの聖書の方が古いんですね。伝道者の書というソロモンが書いた、場所なんですが、まあ、人生虚しいよって書いてあるような聖書なんですね。ちょっと読んでみましょうね。伝道者の書一章、エルサレムでの王ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなに苦労してもそれが人に何の益になろう。
一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡っては風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところにまた流れる。すべてのことは物言い、人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いても満ち足ることもない。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。日の下に新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりもはるか先の時代にすでにあったものだ。先にあったことは記憶に残っていない。これらの後に起こることも、それから後の時代の人々には記録されないであろう。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね、探り出そうとした。これは人の子らがロークするようにと神が与えた辛い仕事だ。私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ、風を追うようなものだ。まあ、これはソロモンが、その体験したことが書いてあるわけですが、まあ、その人生は虚しいよ、世の中は虚しいよというようなことなんですが、もちろんこれはですね、イエス様以前の問題で、これが結論ではないわけですね。これが結論ではなくて、まあ、ある意味では肉的には人生虚しいよという感じでしょうかね。肉的には人生虚しい。だからある意味で全ての人が虚しいと言ってもいいんですね。全ての人が虚しい生き方をしている。でそこには理由があるということですね。人生が虚しいという理由。はい、そこでテストですね。この伝道部屋はテストがありますので、初めて来た方もテストに参加してください。はい、それでは問題。なぜ人間は虚しいのか。なぜ人間は虚しいのか。はい、答えてください。はい、人間は、虚しいのか。油注ぎを受けてないから、もう答えが出てますね。イエス様の教えに従わないから、神様を受け入れてないから。そうですね。世の中が不義だから、吉原さん。イエス様なしでは満ち足りることがないから、ピンポンですね。イエス様なしでは満ち足りることはない。イエス様の愛を信じきれていないから、サマーさん。イエス様の愛を手に入れてこそ虚しさを克服できると思います。聖書を信じてないから、世の中の影響を受けてしまっている人は虚しい。永遠の命を授けられてないから。そうですね。サタンに騙されて人生を過ごしているから。はい、クルーズさんこんばんは。クルーズさんこんばんは。本当ない、真理を知らないから。アメン。悔い改めてないから。この世の王はサタンだからです。天国ポイントが足りないから。悪魔の仕業。キューちゃん、ニコ生クルーズが来たのもイエス様の導きですね。アメン。愛が感じられないから。ピンポン。本当の愛が感じられないから。そうですね。悪霊に支配されてるから。
神様を信じないからです。まめこさん、世の中の人はただ楽しいだけで良いと考えてるから。世の中には愛と許しがないから。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アメン。本物の愛を知らないからです。本物の愛を知らないからです。明日が見出せないんだけど、どうすればいいですか。この部屋で見出せます。この部屋で明日を見出すことができます。人を真剣に信頼してないから。人は人を信じないから、嘘ばかりつくから。はい、そうですね、例えばですね、そうです、何かな、そうですね、何かこう、参考になるものないかな、ちょっと待ってくださいね、そうですね。はい、ですね、ちょっと何か持ってきましょう。これなんていうんですかね、丼でしょうかね。これはまあ器、丼ですね。で、これ殻ですね、殻ですね。まあこれはご飯を食べるときに、まあ、使うわけです。で、空の丼があってもしょうがないわけですね。はい、食事です。はい、いただきます。あ、空だこれじゃしょうがないわけですね。まあこれがまあその無駄したという、中身がなければしょうがないみたいなね。中身がなくて器だけじゃしょうがない。器だけだったらですね、意味がないわけです。で、食事の時ですね、食事の時はですね、食べるのは中身を食べるわけですね。中身を食べる。だから、殻だったらですね、食事にならないわけです。人間もそうなんです。人間もですね、人間の体は、まあ、殻なわけですね。で、人間の殻だけじゃしょうがないです。人間の中身が必要です、ね、人間には中身が必要なんです。もちろんこのね、肉体の中にはいろいろ入ってます。内臓とか入ってますけど、そういうことじゃ。あ、ユニバースさんこんばんは。ユニバースさんこんばんは。いいですか皆さん、人間は器なんです。器、ベッセル、器で、その人間には中身が必要なのです。中身がないから虚しいのです。アメン。人間は単なる丼なんです。ちょっとこれ新しい言葉言っちゃいましょう。人間は丼です。人間は丼ですね。わかりやすいでしょ。人間は丼です。中身がないんですね。だから虚しいのです。はい、皆さん、では人間の中に入る中身とは何でしょうか。簡単です。はい、質問です。人間の中に入る中身とは何ですか。人間の中に入る中身は何ですか。簡単ですね。はい、イエス様の愛です。中身、聖霊様です。はい、ピンポン。聖霊様です。愛です。イエス様です。簡単ですね。聖霊様です。御言葉と言ってもいいかもしれませんね。まあ、一番近いのはイエス様とか聖霊様が一番、はい、近いでしょうか。皆さん、聖霊様、私たちはね、この聖霊様が入った器、聖霊様が入った器、これが人間だということですね。人間、つまり
中身がなかったら意味がない、中身がないから虚しい、このイエス様の代わりにお酒が入る、イエス様の中に代わりにゲームが入る、イエス様の代わりに恋人が入る、イエス様の代わりにお酒が入る、それはダメだよっていうことですね。それは本当の中身じゃないね。お酒が中身なんて虚しいね。ゲームが中身虚しい、恋人が中身虚しい、ギャンブルが中身虚しいんです。何が入っても虚しいのですね。何が入っても虚しいんです。もう猿が入っても虚しいのですね。携帯が入っても虚しいのです。間違ったものが入ってるから虚しいのです。人間の中に聖霊様、イエス様、神様が入って、神の愛が入って、本物が入って、本物が入って初めて人間なのです。本当の人間は空の人間ではダメなのです。本当の人間は空のままではダメなのです。偶像が入ってはダメなのです。多くの人は、人間の中に偶像を入れていますね。偶像の宮になっています。多くの人は偶像の宮になっていますが、しかし私たちは本当の中身、本当の中身を入れなければなりません。聖書で言うとこういう箇所がありますね。第2コリント4の7ですね。第2コリント4の7、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。私たちはこの宝、イエス様のことですね、この宝を土の器の中に入れているのです。この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。兄弟姉妹の皆さん、私たちの中にイエス様がいるということは、宝があるということなんです。これがキリスト教です。十字架だけを誇ります。これがキリスト教です。十字架だけを誇ります。私たちの中に宝があるのです。イエス様という宝があるのです。イエス様という宝、この宝は計り知れない力があるのです。私たちの中にある宝が計り知れない力があるのです。自分を誇らず十字架を誇るのですね。イエス様を信じたとき、また信じ続けるときもらえるのが聖霊様です。アメン。はい、それでですね、皆さん、私たちは聖霊に満たされて、油注ぎを受けて、神の愛で満たされて、神の愛で満たされて、初めて虚しさがなくなるのです。神の愛を満たされていることが、これが健全な人間です。健全な心と言ったらいいでしょうか。聖霊を受けることですね。ハレルヤ。皆さんはこの部屋に来て油注ぎを受けています。そして、皆さんは、皆さんはですね、その満たされた状況なんですね。満たされた状況。この放送を 見ると満たされるのはイエス様の愛で満ち溢れてるからです。アメン、アメン、アメン。このことをしっかり理解しましょう。私たちが満たされるのは、物質的なものではない、ね、人間とかお金ではないんだ。
ゲームではないんだ。本当に私たちを満たすことができるのは、本当の唯一の神様、イエス様、聖霊様、それがですね、本当に、あ、ごめんなさい、これは音がしてますね、ちょっと待ってください。これはですね、あれなんですね、今ですね、今何してるかというと、これは新宿シャロームの、祈り会が始まるんですね。ちょっと今、お見せしますからね、新宿シャロームでですね、今、24時間のお祈りしてるんですね。すごいですね。皆さん、ですね、今新宿シャロームという、まあ、私の、牧師会があるところなんですが、そこでですね、24時間祈ってるんですね。24時間、とても素晴らしいと思いますね。祈りの塔といいまして、24時間の祈りをしています。今貼ったあの URL でですね、皆さんそのネットを通して一緒に、まあ、祈り会に参加できますので、もし祈りたい方はね、この URL 見ながら祈ることができると思います。新宿からですね、そういう素晴らしい祈りの波が日本中に流れるかもしれませんよ。また新宿に近い方はですね、このショップっていうんですね、S ホップショップ、これは新宿ハウスオブプレイヤー、新宿ハウスオブプレイヤーという、まあ、頭文字で取ってショップなんですが、新宿に近い方は、ここに来て一緒に祈ることもできます。一緒に祈ることができます。まあ、新宿は都庁があるところなんですが、この都庁のあるもう新宿でこういうですね、24時間祈ってるところがあるっていうのは素晴らしいではないでしょうか。皆さんもこの URL を見ながら一緒に祈ることができますね。はい、それで結論を言っちゃったのかな。はい、とにかくですね、私たちは、イエス様によって初めて人間になれるんだ、イエス様によって満たされるんだということですね。アメン。今日の聖書の箇所、ですね、はい、これですね、This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God。 まあ、これはあるお金持ちがたくさん、まあ、蓄えてですね、蓄えて、まあ、倉庫にたくさん食べ物を蓄えるんですけど死んじゃったという例え話があるんですね。もうこれで老後安泰だみたいな感じで蓄えるんですが、たくさん食べ物を蓄えた途端に死んでしまったという話がある。まあこれ例え話ですが、でこれは This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich towards God。 直訳するとこれは、その神のためではなくて彼自身のために物を貯めたものがこうなることですということなんですが、結局は、地上に宝を蓄えないで、天に宝を蓄えなさい、神に富むものになんなさいということですね。神様に富む、人生っていうのは、神様に対して富むということですね。私たちは、神様に対して天の宝を蓄える。神様に対して富むというのは神様が喜ぶことをするということですね。多くの人は神様が悲しむことをしています、ね。
天国ポ時刻ポイントを貯めてるというね、数の子さんがよく言いますが、時刻ポイントを貯め込む、これが、まあ、あれですね、神様に対して、罪が増し加わるということですが、皆さんが信仰的なことをすれば、天国ポイントを、貯めます、まあ、天国ポイントは天ですから T ですよね。天国ポイントは本当の T ポイントということでしょうね。天国ポイントは本当の T ポイント、心はいつも天に向けておきたいです。アメン。だん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 皆さんね、この放送を聞いてるだけで、信仰的なことが分かってくるんではないでしょうか。いっぺんにですね、信仰的なことを理解することは難しいですが、このように毎晩のように皆さん来てくださって、少しずつ理解していくと、だん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 分かってくるんではないでしょうか。人間にとって何が大事なのか、どう生きるべきなのか、人間はどうなってしまうのだろうか、皆さんはだん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 分かってきたと思います。キューちゃん、この放送を見続けて言葉遣いが優しくなったと言われました。アメン。皆さん、イエス様が皆さんの心の中にいると良い実を結びます。つまり言葉が優しくなり、良い言葉になり、態度が優しくなります。しかし、もし私たちの中に罪があるならば、悪魔がいるなら、言葉が悪い言葉になります。言葉が、汚い言葉になります。汚い態度になりますね。ですから、その人の言動で、その人が良い気なのか、悪い気なのかが分かります。皆さんがイエス・キリストを信じて、油注ぎを受けることによって、皆さんは、良い言葉と良い態度を取れるようになります。ちょっと人質するではないんですが、多くのニコ生主の人たちの言葉は悪いと思いますね。態度が悪いと思います。それはやっぱりイエス様を持っているのではなくて、罪を持っているからですね。罪を持っているから言葉が悪い、態度が悪いということです。しかし私たちは自然と言葉が良くなり、自然と態度が良くなってきます。それは私たちの、力ではなくて、私たちの中にいるイエス様によって、私たちはだんだんそういう風になってきます。アメン。はい、それではですね、その証しタイムいきましょうかね。乱暴な言葉遣いも暴力の一種だと思います。アメン。そうですね、言葉の暴力、むしろですね、言葉の暴力の方がきついかもしれませんね。暴力も嫌ですが、言葉の暴力の方がもっと嫌な感じがしますね。川柳がいい。キューちゃん、小野さん嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですよ。じゃあですね、虚しくなくなった証、虚しくなくなった証、スタート。虚しくなくなった証、スタート。キャッチボールができません。どうしたらいいのですか。誘ってあげてください。神によって義とされたいです。アメン。吉原さん、エヴァを見るのをやめてキューちゃん放送を見ています。親を許したことで温かい気持ちになりました。金梅さんのために祈ります。それがない毎日が平安です。イエス様が救い主ということが分かったら、虚しさがなくなりました。遊戯王をやってて虚しかった自分に気づきました。
デリで虚しさを紛らわさず、イエス様で癒されています。金梅さんの健康と心の平穏を祈ります。今度キューちゃん牧師と会いたいです。イエス様に許してもらうにはどこに行けばいいんですか。イエス様ごめんなさいと言えばいいんですね。イエス様ごめんなさい。自分が信仰に満ち溢れると周りの人も幸せにできるんですね。アメン。イエス様に癒されて人生が救われた気がしました。キリスト教の放送を毎日見れるのは素晴らしい。アメン。イエス様こそ神なんです。イエス様こそ幸せの神様なんです。アメン。虚しい人生でしたが、イエス様をして幸福で満たされたでやんす。イエス様以外は宗教であり偶像だと分かった。アメン。素晴らしい。十字架を毎日見てると虚しさに終止符を打てました。イエス様の教えが理解できた時、涙が溢れ出てきました。イエス様がいればもう他に何もいらないです。イエス様こそが最高なんです。苦難の中ですが、イエス様が俺に入ります。だから平安です。俺にはいますですね。俺にはいます。聖霊様の満たしで教会の教会員が100人越しました。ハレルヤ。イエス様は唯一の存在で絶対的な存在だと分かった。イエス様に出会えて本当に良かった。今まで不幸だったですが、今は最高です。風邪が治った。キーちゃんの放送はいつも楽しいのだ。この放送が肉の間で一番素晴らしいのはイエス様に祝福されてるからです。アメン。ニートで不安だったけど満たされました。イエス様のおかげで何度でも救われた。クリスチャンの人とお友達になって幸せでやんす。イエス様を信じることが全ての答えなんです。生きる意味が見つかった。イエス様のおかげで最近幸せ。カリスマの素晴らしさを知り、とても幸福です。油注ぎがあれば恋愛説教はどうでもいいのでしょうか。そんなことはないです。
キューちゃん牧師のところに毎日でも行きたいです。アメン。この放送がニコ生で一番大好きです。イエス様のおかげで私は今幸せです。イエス様を知る前は空っぽだった。今は満ち溢れて伝道を通して幸せを感じる。この放送を見てると元気が出るでやんす。キューちゃん以外の放送カリスマ以外のプロテスタント、油注ぎがなければダメですね。あの小野さんね、9割ぐらいの教会はまだ油注ぎがね、あのことを、まあ、知らないと言ったらいいのか、与えることがあの、まあ、少ないんですね。少ないです。イエス様の教えが理解できた。イエス様を信じたら涙が止まらない。毎日が虚しくてしょうがないんです。大丈夫です、大丈夫です。イエスキリストを受け入れてください。イエスキリストを信じてください。心が満たされるのです。イエス様が来てくださると、心の中にイエス様が来てくださると、誰でも満たされるのです。誰でも満たされるのです。日本リバイバル同盟の教会は全て油注ぎあるんですか？あ、カリスマ派ですからあります。僕の言ってる教会でも聖霊体験しました。以前ヤクザ、イエス様を信じてから足を洗えました。アメン。毎日お祈りすることで心が満たされた気がするでござる。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。毎日が健やかでござる。油注ぎはイエス様の証です。神様本当にありがとう。イエス様、今日もキューちゃんの放送を聞けて感謝です。はい、ありがとうございました。この放送を見るたびに胸が熱くるのは何でですか？油注ぎです。油注ぎで熱くなります。油注ぎで熱くなります。はい、ありがとうございます。アメン、アメン、ありがとうございます。ある方から、スカチャが来てます。スカイプチャットが来てますね、スカチャ。キューちゃんこんばんは。11月23日はキューちゃんの誕生日ですが、イエス様の誕生日と似ています。これはイエス様がキューちゃんを、牧師として誕生させた日本にリバイバルを起こす使命を与えた証拠ではないでしょうか。そして、キューちゃんはイエス様の教えを守り、導きでネット伝道を行い、多くの人々を救ってきました。62歳という年齢は、数字を掛け算すると、イエス様の誕生月である12になります。これは来年こそ、空っぽの虚しい日本に、LTL からリバイバルが広まり、愛で満ち溢れる幸せな日本になる前兆ではないでしょうか。アメン。ありがとうございます。イエス様の誕生日に似てるわけ？ありがとうございます。ね。この方はですね、昨日もくださって私ちょっと忘れてたので、昨日のもちょっと読まさせていただきますね。キューちゃんこんばんは。日々放送で学び、真実を知り、毎日幸福です。これもイエス様に罪を告白し、悔い改めた結果だと実感しました。今は愛国心という偶像に、騙され
ネトウヨが増えてきて、尖閣諸島尖閣問題では国有化すると宣言し、中国を挑発したりして罪を増やしています。次の選挙で日本が再び軍国主義になり、アジアに恐怖を与えないためにリバイバルが起こり、日本が兄弟姉妹であるアジア諸国に受け入れられるために祈っています。リスナーの皆さん、Qちゃんが日本が経済大国じゃなくリバイバル大国になるように祈りましょう。アメン。Qちゃん、次の選挙はどこに投票すればよいのでしょうか。アドバイスしていただければ嬉しいです。ですね、今日内閣が解散しましたね。内閣じゃなくて、衆議院が、解散しましたね。私たちは祈らなきゃいけませんね。祈らなきゃいけませんね。私たちは祈りによってね、日本の政治も祝福されると信じます。私たちには祈りがありますね。祈りがあります。祈って日本を良い方向に導きましょう。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきますね。ファイナルメッセージ、はい、ファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージ、はい、皆さん、イエス様はですね、私たちのために死んでくださいましたね。イエス様は十字架で死なれたんです。で、イエス様は、イエス様の体から何が出ましたか。イエス様の体から十字架で何が出ましたか。血ですよね。血が出ました。皆さん、血というのは人間の中身じゃないですか。人間の中身、イエス様は十字架で命をこの注いだと言いましょうか。イエス様は十字架で血を流しました。それはイエス様の中身ですね。イエス様の体から中身が出たんです。その中身を私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、そのイエス様の中身を私たちが受け取るのです。生産式の時にブドウジュースを飲みますね。ブドウジュース、それはイエス様の血を表します。イエス様の血を飲むということは、そのイエス様の中身が私たちの中に入るということです。つまりイエス様が私たちの中に入るということですね。イエス様が私たちの中に入る、イエス様の命が私たちの中に入る、イエス様の愛が私たちの中に入る。十字架によって注がれた、そのイエス様の中身が、イエス様の命が、イエス・キリストを信じる私たちの中に入る、これがキリスト教ですね。これがキリスト教です。イエス・キリストの血を飲んで初めて、イエス・キリストの血を飲んで初めて私たちの心は満たされるのです。私たちの心は満たされるのです。私たちの心が満たされるのです。皆さん、虚しいというのは意味があるんです。多くの人が人生が虚しい、毎日が虚しい。神様は、その虚しさを通して、私によって満たされなさい。私によって満たされなさい。イエス様は言われているのです。
多くの人に言われてるのです。あなた方は虚しいでしょ。あなた方は虚しいでしょ。その虚しさを偶像によって満たしてはいけない。偶像によって満たしてはいけない。私によって満たされなさい。私によって満たされなさい。私によって満たされなさい。皆さん、人生が分かりましたか？人生が分かりましたか？本当の人生は、本当の人生は、虚しい人生ではなく、虚しい人生ではなく、満たされた人生、満ちた人生、喜びの人生、神様と共にいる人生、本当の人生、本当の人生、それはイエス様によって愛されること、満たされることです。イエス様と共にいることです。皆さんが体験していることなのです。皆さんが体験していることなのです。ですから皆さん、虚しい人生を送らないでください。虚しい人生を送らないでください。その虚しさを偶像で、満たそうとしないでください。お酒で満たそうとしないでください。ゲームで満たそうとしないでください。皆さんの虚しさをイエス様によって満たされてください。イエス様だけが、イエス様だけが、イエス様だけが皆さんを満たすことがおできになるお方です。イエス様だけです。イエス様だけです。イエス様だけが、虚しさから解放されるのです。虚しさから解放されるのです。皆さんが体験しているのです。アメン。アメン。喜んでください。喜んでください。喜んでください。皆さんは、イエス様によって満たされます。信じる者は、求める者は満たされるのです。信じる者は、求める者は満たされます。アメン。アメン。アメン。私もですね、繰り返し言いますけど、クリスチャンになる前は、お酒で満たそうと してました。仕事が終わって、家に帰って毎晩お酒三昧でした。一時的には酔います。一時的には何かこう解放されます。でもやはり、心は根本的には解放されないで、飲んでも飲んでも虚しい、飲んでも飲んでも虚しい、結局深酒をしたり、酔っても酔ってもですね、満たされないで、ただ寝てしまって寝てしまうみたいなね、お酒では満たされないということを分かってて、もうそれしかなかったみたいなね、もう、お酒に溺れても満たされないまま虚しく生きていたような。ですから、まあお酒だけじゃありませんがね、結局多くの人は、満たされないもので満たされようとして、虚しさを生きているという感じでしょうかね。満たされないもので、虚しく生きているというのが多くの人の、現実ではないでしょうか。しかし、皆さんは、違いますね。皆さんは、満たされ、つつあります。今日も、満たされた方、がいると思いますね。すべてのプロセスの教科を認めてください。小野さんね、油すぎをね、与えなければダメなんです。多くの人に油すぎを与える必要があるのです。油すぎを与えないと満たされないんですね。油すぎを与えないと、人々は満たされないのです。はい。それではですね、招きをしましょうね。招きをね。はい。皆さん。私は確かに虚しい。あ、ちょっとアンケート取りましょうか。もう時間ないかな。虚しいと思う人が1。ね。まあこれクリスチャン以外かな。確かに私は虚しい。正直に答えてくださいね。虚しい人が1。
虚しいと思う人が1、自分の人生は虚しい、自分の心は虚しい、自分の生活は虚しいと思う人が1、正直に答えてくださいね。はい、1、2の3、わあ、正直ですね。 60%、 60% の人は、虚しい、正直です、正直ですね、正直ですね、皆さん。じゃあね、キーちゃんがそんなこと言うんだったら、じゃあ本当に、満たされたい、満たされるなら満たしてほしい、イエス様を信じて、満たされてほしいと思う人、アメン。虚しい心を満たしてほしい、イエスキリストによって満たしてほしい人、アメン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 、満たされたい人、アメン。吉原さん、アメン、アメン。アイペさん、アメン。花さん、アメン、アメン。アメン。サラさん、アメン。素晴らしい。サラさん、アメン。タロさん、アメン。アメン。天のお父様、以前は、虚しくて、もう本当に生きてることが虚しい。その虚しさを、好ましくないことによって満たそうとして、さらに、虚しさが助長しました。恋愛しても失恋してさらに虚しくなりました。お酒を飲んでも、さらに虚しくなりました。パチンコや競馬をやって吸ってしまってさらに虚しくなりました。虚しい人生で生きてる人がたくさんいます。しかしイエス様と出会いました。イエス様と出会いました。イエス様と出会いました。イエス様を信じました。イエス様によって油注ぎを受けました。イエス様によって油注ぎを受けて本当に心が満たされてきました。生きてる意味が分かってきました。人を愛するということが分かってきました。愛されてることが分かりました。希望が与えられました。平安が与えられました。喜びが与えられました。これが満たしでした。これが満たしでした。本当の心の満たし、本当の心の満たし、イエス様によって満たされました。イエス様によって満たされました。喜びが満ちています。希望が満ちています。愛が満ちています。イエス様ありがとう。イエス様ありがとう。イエス様ありがとう。今アメンと求めている人に注いでください。今注いでください。イエス様、彼らに注いでください。あなたの命を注いでください。あなたの力を注いでください。あなたの愛を注いでください。満たしてください。満たしてください。満たしてください。イエス様、あなたによって満たされます。あなたしかありません。あなたしかありません。今あなたに求めているものに満たしてください。満たしてください。満たしてください。虚しい心を満たしてください。イエス様によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、イエス様だけに期待するのです。いつも油注ぎを求めてください。状況に左右されてはいけません。心配しないで、恐れないで、会いましょう。喜びましょう。喜びましょう。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。